こんばんは。よいしょ。今日はね、手元にジェラートがあるんですよ。ちょっと食べながら配信します。こんばんは。今週は仕事が忙しくて長く感じる。まだ水曜日ですよ。頑張ってね。そう、週のど真ん中。何の T シャツ？これユニクロのスヌーピーの T シャツ。ママとおそろでーす。こんばんは。いや、なんか最後最初ユニクロで買って、これ着心地いいなと思ってママに買って帰ったんだよね。こんばんは。こんばんは。こんばんは、皆さん。そう、前に言ってた、そうそう。前にママにもスヌーピーの T シャツ買ってってあげようって言って、本当に3枚買って帰りました。有言実行マン。こんばんは。なんか今日さ、めっちゃ顔漏れてない？こんな時間にジェラートなんか食べるからっていう声が聞こえてきそうだけど、聞かなかったことにしよう。声大丈夫？え、全然声壊してないよ。え、いつもより変ですか、声。自覚なし。自覚なし。今日もかわよ、リッチー。こんばんは。リフレッシュした顔してる。実家に帰った顔。実家で休日を満喫した顔してるかもしれない。遊びに来たよ、ヤッホーン。こんばんは。でマジで実家帰れてよかったな。こんな長く帰れると思わなかった。最高でした。そう、ショールームのイベントに参加した時に悩んだんですよ。東京の家にいる方が誰にも縛られずスケジュール組めるしいいかなって思ったんだけど、寂しいから帰ったんだけど、帰ってよかった。実際。こんばんは。結局ね、御開帳行ってないんですよ。なんか7年前御開帳行ったし、いいかなって思っちゃった。7年前に行ってるから、いいかなって、今年行かなんじゃったな。こんばんは。7年前。13歳の時、ママとパパと3人で御開帳に行きましたね。混んでたな。とんでもなく人が多かったな。こんばんは。今日は誕生日の友達を連れて土曜日に御開帳に行ってくる。え、めっちゃいいじゃん。こんばんは。長野に住んでるけど私も行ってません。長野に住んでる人ほど御開帳行かない説ある。姉は日曜に行ったけど触れなかった。そうなの？なんか今年触れるみたいな聞いたけど触れなかったのか。こんばんは。それは残念だね。でもさ、なんか地元の観光地ってさあんま行かなくない？
みんなよく言いません？東京の人はスカイツリー登ったことないみたいなさ、大阪の人は通天閣そんな行かないみたいな、分かんない、今完全に憶測で言ってるけど。いやそう、私ね割と長野県好きすぎてね、長野県いろんなとこ行ってますね。でもパパがプチ旅行みたいな、てかパパ旅行好きなんですよ。パパ旅行が好きで、で1日とかしかな、半日とかしかない時プチ旅行に連れてってくれてたから、結構長野内結構さ散策してます。こんばんは。地元のテーマパーク行ったことないっす。わかる。地元のテーマパーク逆に行かない説ある。こんばんは。こんばんは。長野の B 級グルメといえば何ですか？山賊焼き、ローメン、ソースカツ丼。そばって B 級じゃないのかな。 B 級って何だろう、分からん。こんばんは。あと何だろうな、絶対もっとある。わさびソフト、イナゴソフトとか。これは B 級なのかな。何をもって B 級とするかが未だに分かってない。ね、そばなんか A 級な感じしちゃうよね。B 級な感じしないよね。なんか体感として A 級だよね。そんな感じがする。あ、牛乳パンとかね。おやきとか、確かおやきは確かに B 級かもしれん。B 級は歴史が浅いイメージ。わかる。ちょっとこうなんだろう、ファストフードにこう近い感じがしない？どちらかというと B 級って。サクッと食べれる感じしない？ドレスコードとかがなくて。別に蕎麦屋もドレスコードはないけど。こんばんは。夜生馬？え、夜生。夜生馬ってさ、長野にしかないの？長野の食べ物のあれ。夜生馬大好きなんだけど。夜生馬のパサパサした口の水分持ってく感じ大好きなんだけど。夜生馬ってみんな知らない？うん、知らないんだ。夜生馬、なんて言ったらいいんだろう、あれ全然説明できないけど、あれ何で作ってんの？小麦粉。調べてみよう。待って、携帯の充電なさすぎるな。ちょっと待って待って、携帯の充電なさすぎるから、ちょっと iPad 持ってくる。 iPad。どういう字を書くの？わからん。米粉か。あ、米粉だからあんななんかこう重たいんだね。米粉を練ったものに色をつけて蒸したお団子。あ、そう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 、なんかね絵描いたりしてあんのよ。ちょっと待って、
でも今の説明でこと足りた気がする。今の説明でこと足りた気がするけど、こんばんは。ヤシオマって長野だけなんだ、初めて知った。だってスーパーとかに並ぶよ。そう、マリアちゃんがさやちゃんと同じ髪型。ほんと？最近髪もうボサボサなんだけど。米粉を練ったものに色をつけて蒸したお団子で、以前はどこの家庭でも作っていた。うち作ったことないや、しょうま。ね、あるかも。覚えてないや。信州郷土料理やしょうまの作り方を学ぶ。うわ、郷土料理って書いてある。米粉、片栗粉、砂糖、塩、熱湯、酒、木綿糸が必要。こんばんは。おやつかな。いつ食べるんだろう。確かに旧暦2月15日の涅槃絵に備える備え物です。で、節分ぐらいから3月ぐらいまでスーパー並んでるイメージ。こんばんは。なんだろう、でもね、供え物のイメージ、なんか自分が食べるってもんじゃないけど、でも食べるの好き。呼び方、作り方や形、材料は各地で様々ですが、長野県のほぼ全域で見られるよ。だってね、なんかお仏壇に備えるイメージですよね。それな、めっちゃ思う。おやきとは全然違うの？あ、もう全然全然全然違うよ。おやき米粉じゃないんじゃない？こんばんは。見た目かまぼこみたい。確かにあのね、あれ金太郎飴みたいにね、切っても切っても同じ柄って感じ。そう、美味しいんだよね。入れ物見たら急にうまそうに見えた。今映ってた？おしゃアイスでした。この髪の毛跳ねすぎじゃない？どう考えても。今気づいたけどこの髪の毛跳ねすぎじゃない？伊那のローメン食べたことある？あるよ、ローメンそれ大好き。なんかなんて言ってるんだろう、あれあれもまた説明がむずいんですけど、太めの麺のやつ雑すぎ？雑すぎませんか？さすがにね。こんばんは。こんばんは。髪染めた？いや、色落ちして茶色になった。そろそろ髪黒に染めに行きたい。またもう茶色いよね、明るくない色。さやは茶色が好きな、茶色地が好きなわけじゃないんだよ。さや黒にしたいんだけど、すぐ色落ちしちゃう。結構明るくなりましたね。結構明るくなった。こんばんは。はじめまして、はじめまして。あ、今何調べようと思ったか忘れちゃったな。まあ、いっか。さらに風呂上がり？全然まだお風呂入ってないよ。
メイクね、めっちゃ薄くしてる今日。薄い。薄い。こんばんは。ラーメンは汁あり焼きそばってイメージ。確かに。あとあれだよね。ラム肉入ってるよね。羊肉。確かにマッキーは黒髪だった。そう。マッキーの時から、マキューシアの時から比べると、めっちゃ茶色くなったよね。明るすぎ。明るすぎ。入浴剤はバブ。普段入浴剤入れないかな。今日の雰囲気いい感じ。イエーイ。めっちゃ薄いんだけどね、今日。多分ね、何？この部屋がめっちゃ白いから、肌めっちゃ白く反射して綺麗に見えてる。そう。絶対そう。こんばんは。長野ってソースカツ丼有名なの？そう、あの長野の下の方、南の方がね、ソースカツ丼有名です。みんな食べに来て。こんばんは。そうそうそう、駒ヶ根のソースカツ丼って調べたらいっぱい出てくると思う。いっぱいは出てこないか。有名なお店がねある。こんばんは。眠くなってきちゃったな。夜ご飯食べた後のショールームの眠気をさ、感じなくする裏技欲しい。絶対血糖値上がって眠くなっちゃうんだよね。もう絶対そう。100層。明治電話長野駅にもある。あ、あった気がする。そう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 。だから長野でも食べれるっていう。長野駅で蕎麦とソースカツ丼悩んで蕎麦食べた。まあでも蕎麦うまいっすね。長野の蕎麦美味しい。長野のそば食べた後さ、県外でそば食べれないな。一回も県外でそば食べたことないかも。ごめん、それは嘘かも。全然覚えてないけど。で、なんか意図的に、避けちゃうか。まあ、長野よりは美味しいわけないか、つって。そば屋さん食べてないかも。こんばんは。こんばんは。消化の時間と活動時間が重なると眠くなるみたい。消化の時間を避ければ。でもさ、ご飯の後が一番さ、正直ショールームしやすいんですよね。メイなんか、ご飯の後お風呂入っちゃえば多分一番いいんだけど、そしたらさ、メイクが落ちちゃうじゃない。すっぴんになっちゃうじゃない。それがね、なかなか難しいところですよね。でも今日は早く寝るぞ。こんばんは。血液が消化に使われて頭にいかなくなるから眠くなるって聞いたことがある。血糖値が上がると人間眠くなるんですよ。上がって、その下がってる途中が眠くなってるはず。だからご飯の後って眠くなるのがまあ当然ちゃ当然。こんばんは。今日はね、19時くらいに食べたかな、ご飯。10時間ちょっと経ったはずなのに眠い。眠い。こんばんは。
サリン何かあったのか心配。あ、メールね。なんか理由もなく今日なんか一瞬バッドだった気分が。午後回復したんだけど、なんかちょっとお昼寝みたいな感じで寝たら回復したけど、なんか午前中昼ぐらい、昼ぐらいにちょっと元気ないな今日メンタルがってなったけど、もう元気。こんばんは。まあ全く理由がないわけではないけど、特に言うほどのことでもないって感じ。なんでみんなに心配させるようなことではない。こんばんは。まあ寝たら忘れるんで早く寝まーす。自分は漠然とした将来への不安で落ちるときあります。めっちゃある。そんなのもうね、日常茶飯事よね。なんかマジで将来なんだろう、普通にさ大学行ってさ就職してって言ったらさ、将来がこうちょっとこう見えるじゃないですか。しけんさんこんばんは。そう、でもマジ将来見えなさすぎて、どうしよっかなーみたいな。どうしよっかなーって感じの時はあるよね。今日は それで、落ちたわけじゃないんだけど、あるよね。定期的に今の仕事やってていいんかなってやむときがある。まあでも今ね、このご時世、終身雇用じゃなくなってきたから、その、疑問に思ったら、ちょっと転職してみるみたいなね。選択肢も、ありっちゃありですよね。多分その、ハードモードに突入するとは思うけど、なくはない時代にだんだんなってきましたよね。新たなこう道を選びやすい的なね。まあいつまでも尽きないものはない。確かに。ちなみに私は意を決して今月で仕事を辞めることにしました。お、あらまあ。でも新たな旅立ちね。意を決した。素晴らしい。昨日メンタル落ちまくって会社から逃亡考えたけど、サリンの画像見てなんとか踏みとどまりました。私の画像で踏みとどまれた？ちょっとでも役に立ってたかしら。私だったらよかったんですけど、あんまその無理しないでね。でも会社から逃亡はちょっと良くないかもしれないね。確かに段階を踏んだ方がいいかもしれないけど、踏みとどまれてよかったね。よかったです、少しでも助けになれて。バブルの時はイケイケだった。そうさ、バブルの時代を知らないからさ。こんばんは。それを考えることができるのは若さの特権。まあ確かに。昨日メンタル、あ、これ読んだか。ルンバの名前に入った食べ物のなぞなぞ出してくれてる人いる。こんばんは。おかかわかんなかったです。もっとお仕事したくて転職上京したいなって幾度となく悩んでる。まあ、確かに東京に住むとね、推し活は相当この、はかどりはしますよね。確かに。こんばんは。転職の最終面接の結果待ちの、あら、僕も現在転職活動中です。え、みんななんか、意を決して転職に動いた人多いですね。いいこと。より良い。職場を求めて転職するのはいいことよ。成功することを祈ってるよ。夜ご飯何作った？今日ね、作るのめんどくさかったから作ってない。買っちゃいました。ふふ。紙面の画像が最強のメンタル安定剤。え、嬉しい。まあ、でも気持ちはわかる。好きな子の写真見てると元気出るよね。
さえもユーリンさんの写真見るとマジ元気出るもん。うわ頑張ろうって思うもん。だからめっちゃわかるよ。20代の若い人たちは目標を持って転職する人が多いと感じる。確かに。こんばんは。今日は嬉しいことがありました。おお？なになに？ワンピースがついに漫画が最終章。なんかさ、ワンピース全く読んでないんだけどさ、ニュースみたいなのはツイッターで見たよ。なんか4週お休みして、最終章に向けてその、何？準備期間みたいな。ワンピース全然知らないんだけどね。どうしたらとなかなか転職しにくくて決断できなくなる。まあ確かにその転職の難易度もこう年齢とともに上がるって言いますもんね。ねえ、こんばんは。一週間後劇場公演って言われても休めないし行けない。ゲーム必要、確かに。この配信時間がメンタル保てる時間。おや、嬉しい。回復してけい。みんな回復してけい。こんばんは。今、有効求人倍率が回復しつつあるから可能性大かもね。頑張れ。だそうです。全然何言ってるかわかんないけど。有効求人倍率って何やねんって感じやけど。なんか良さそうだから、頑張れ。無効とかもあんの。有効ってわざわざ書くってことは。で、就職に関しては全くわからない。こんばんは。でもなんだろうな、そういえばやりたいことがいっぱいあるんだよな。AKB 出なかったら何の仕事してたっぽい？全然分からん。まあでも今大学生やってて、多分 AKB 入ってなかったらね、どこに就職してたんだろう。でも大学で探そうと思ってたの、やりたいこと、仕事でやりたいこと。だからなんか今明確なあれやってたかもなみたいなのわかんないけど、でもゲーム作りたいってずっと思ってたから、多分その受かるか受からないか別として、任天堂を絶対に就職で受けたいなとは思ってた、就活で。そう、高校生の時ね、漠然と思ってました。好きすぎて任天堂が。仕事終わった後のゲームと YouTube 最高だよね。それ絶対に9月に発売されるスプラトゥーン3買おうと思ってるもん。会いに行くのは会いに行くけど、会いに来ても欲しい。確かにマジ地方みんな行きたい。東京だと仕事終わった後にゆる公園入りそうって言われました。あ、そう、結構ゆる公園だと、あのスーツで来てくださる方とか多いので、きっとお仕事終わりなのかしらねって思って、いつも思っています。大学入って探しても大丈夫だったかもね。うん、確かに。こんばんは。OL サイリン惚れちゃう。あとさ、あれ、なんかでっかいビルの受付とかやってみたかった。でっかいビルの、なんか、受付やりたかった。うん、そうそうそう。そう、あの赤い帽子の任天堂行き、入りたかったです。でもサイリンはアイドルが転職だと思うわ。まあそのなんだろう、向いてる側面も持ち合わせているような気がする。 100% 向いてるかというとまだ別だけど、受付の人って顔と名前すぐ覚えるのよ。でもさ、顔はね覚えられるんですよ。で、名前は、その名刺もらったりとか、なんか記入してもらったりするやん、受付やったら。そしたら覚えられるんですよね。その口で一回言われただけだと無理やけど。そうそう。そう、それあとね、テーマパークのキャストさんめっちゃやりたいの。今からでもやれると思うもん。今からでも、バイトでやろうかなと思ってる、いつか。いつかバイトできる時が来たら。めっちゃやりたい。はい、いってらっしゃいってやりたい。あー、かわいいお耳つけてますね。どこどこに行くんですか？はい、いってらっしゃいってやりたい。でもさ、本当はやるならアトラクションの人やりたい。説明したい。さあ、皆さんに挑戦していただくのは、
なんとかなんとかのなんとかなんとかです。やりたいね。こんばんは。全部なんとかだったけど、つなちゃんギフトありがとう。めっちゃテーマパークでバイトしたい。こんばんは。まあやるならユニバやけどね。ユニバ好きすぎだから。ユニバだったらさ、マジだって全部案内できるもん。なんかどこどこ、例えばなんだろう、ハリーポッターってどうやって行くんですかって言ったら、ここの道をまっすぐ行って右に曲がっていただくと、あの大きい木がたくさん生えてる道がありますので、そこから行けますよって。全部できるわ。お掃除の人？あ、なんだっけ、カストーディアルキャストみたいな名前。じゃあ分かんない。今、うろ覚えて言った。そう。いいよね。おしゃれ。私はお得意様の受付担当の方には丁寧に話しかけるように心がけてるよ。絶対大事だよね。そういう、なんだろう。ちゃんと相手を対等に見る力というかさ。絶対大事だと思います。いい心がけ。こんばんは。こんばんは。今行きましたね。ユニバ行きたい。ユニバ行きたすぎる。ユニバ行きたすぎてやばい。マジでそれずっと言ってるよね、この前からずっと調べてるんだけど、なんかマリオワールドができてから行ってないから、なんかマリオワールドについて調べたいけど、でも実際に目で見るまであんまり情報は知りたくない。でも気になるみたいな、あの感じで生きてる。こんばんは。もどかしい。ユニバのことは知りたい。あ、マリオエリアのことは知りたい。でも自分の目でまずは見たい。でも気になる。うわーってやってる。ずっとやってたわ。実家にいながらママに一日3回ぐらいユニバ行きたいんだよね。行ってくればいいじゃん。行きたいけどな。行ったらいいじゃんって一生言われてる。そう、このやり取り何十回したことでしょうか。試験です。試験さん、こんばんは。何回言えるんだっていうやりとり一生してた。そう、いいじゃん行ってきたらってずっと言われてたね。無駄なやりとりずっとしちゃった。そう、生産性のない押し問答をしちゃった。私は長野旅行したい。3日以上休み取れないといけないから、なかなか機会が来ない。確かに行くならちょっと長めに行きたいもんね。1泊2日だと本当弾丸になっちゃうからね。ね、ユニバ一緒に行く人募集してる今。誰か一緒に行ってくれねえかな。行きたい。誰かユニバに一緒に行ってくれる方募集しています。マジメンバー誰か一緒に行ってくんないかな。頼む。さやとユニバに行ってくれる人募集中。じゃあこの感染対策のこの時期がさ、になる前はさ、年パス持ってたからさ、スイスイ行けたけどさ、また次行った時に絶対作るって決めてんだ。フライングダイナソーまた乗ってみたい。ドリームライダーか。え、フライングダイナソーの方が怖さレベルで言ったら高いよ。ドリームライダーの方が全然怖くないよ。でもドリームライダーの嫌なところは毎回そうなんだけど、もう後ろ向きのやつがあって、後ろ向き乗ると、その重力のかかり方がいつものやつと逆なんですよ。だからこう落ちるときにめっちゃ体がね、その浮くので、浮いてこう
ガーシュッてなった時にこの瞬間に背中バンって絶対ぶつから絶対背中痛めるっていう。そう体が浮いてさ、背もたれからこう体が浮いちゃうんだけど、その後すぐこう上がった瞬間にダンって叩きつけられるんだけど、痛背中って毎回やる。こんばんは。毎回ユニバ行くために思うんだよね。バックドロップって言うんだけど、後ろ向きが、バックドロップの正しい乗り方一生わからんって毎回思ってる。こんばんは。あれマジで難易度高い。あまりなんだろう、なんとかだけど、行ったらハマりそう。え、行ったらハマるよ。ユニバーマジで沼、私みたいになっちゃう。こんばんは。この間のゴールデンウィークに2番泊まりで行ってから和歌山に旅行行くはずが仕事で急遽中止になってました。つらいつらい。フライングダイナソー好きね。サイも大好き。あれさ、ここの安心感えぐくない？そのなんだ、なんていうの、あれ安全バーみたいなやつがさ、ドリームライドとかはさ、そのお腹らへんしかないけど、フライングダイナソーここにあるやん。あれマジ安心感。こんばんは。スパイダーマンさんも大好き。こんばんは。スパイダーマン大好き。こんばんは。スパイダーマンはできた当時より一回映像がリニューアルしてめっちゃ綺麗になってんですよ。綺麗になってからめちゃくちゃ本当にリアルになったからなおさら好きになった。そう、でも最後めっちゃ好きだった。バックトゥーザフューチャーがなくなっちゃったのが本当に悲しいってもう何年も言い続けてる。なくなったのめちゃくちゃ前なのに、もうとんでもない前なのに。ミニオンとかができたのかな、バックトゥーザフューチャーあった場所に。もうすごい前なのにずっと言ってる私、バックトゥーザフューチャーが好きすぎて。あー、また乗りたかったな。乗りたい。こんばんは。でももう二度と叶わぬ夢なんだ、さやの幼少期に乗ったバックトゥーザフューチャー。まあ古かったからしょうがないんですけどね。ユニバーは約6年前の夏に AKB やりすぎサマーのコンサート見に行った思い出。もう一回やらないかなって思ってる。こんなにユニバ大好きマンがいるんだからやってほしいよね。そんなわがままは言えないけど。こんばんは。まあ確かにスパイダーマンは 3D メガネもつけるしぐるぐる回るから乗り物用意しやすい人は結構きついかもね。こんばんは。高所恐怖症だからバックトゥーザフューチャー怖かった。かわいい。でもさ、ユニバーと確か同い年なんですよね。ユニバー2001年にできてるんですけど、同い年。ディズニーシーも同い年。そんなさ、2001年生まれってことはユニバーとか遊園地好きになるよね。もう持ってべくして生まれたよね、ユニバー好きというか遊園地好き。さやはそう思う。ハロウィンにユニバー行こうか。ハロウィンのユニバーは絶対一人で行くのをおすすめしません。さやはハロウィンにユニバー一人で行ってホラーナイトちょっと心細かったので、みんなハロウィン、ユニバがハロウィン期間の時は誰かと一緒に行きましょう。ハリーポッターはめっちゃ乗り物よ。確かにハリーポッターも結構ぐるんぐるんするもんね。乗り物酔いさえはしないからさ、全然余裕なんだけど、する人結構きついよね。普通のジェットコースターとかより、ああいう映像と一緒にぐるぐる回るやつの方が酔いとかはすごそう。あとさ、
彩が好きなアトラクション何かな。全部好きだけどね。でもやっぱジュラシックパーク好きだな。さや濡れるけど、夏とか乗ると絶望的に濡れるけど。ハリポタ人気すぎて時間なかったので諦めました。え、できてさ1年ぐらいマジで並んでたよね。最近さ、先生行きたすぎてさ、あの待ち時間ずっと見てるんだけどさ、全然ユニバにいないのに。最近ハリーポッターめっちゃ空いてるよ。だから今チャンスかも。今多分人々がなんだろう、今多分クールジャパンやってるから、なんかコラボでジャンプ漫画のライドとかあると思うし、あとマリオがあるんで、人々は多分そこ分散してるんです、そこに。だから今ハリーポッターもしかしたら穴場かもしれん。そう、ネットで見る限り待ち時間いつも短い。めっちゃ好きすぎて行きたすぎて鬼調べてる。船酔いも大丈夫？あ、でもなんか定員40人ぐらいの船は酔います。それより大きかったら大丈夫です。あれさ、8時始めたよね。もう45分経ってんの？早っ。今日眠いって思ってから粘ってるぞ粘って喋れてる、偉いぞ。しけんさんこんばんは。まあ、でもあれです、絶対に待ちたくなかったらエクスプレスパスを買うのが確実だね。高いけど、1万円ぐらいするけど。イベント最終日とは大違い。イベント最終日のテンションよりだいぶ今日はのまったりしちゃってる。眠すぎて。釣り船はダメそう。どうだろうな。一回乗ってみたいね。無理だったら無理でいいし。でもその、小5の時なんです、試したのがその船。だから今だったらいけるかもしれないし、今もダメかもしれないし、なんなら今の方が悪化してるかもしれないから、一回試したい。一回船どのくらい大丈夫か試したいです。なんかあの超大型船みたいなやつは、フェリーみたいなやつは全然全くノン酔いでした。そう、こんばんは。パス良かったよ、結構回れたから。え、それもママと行った時エクスプレスパス買った。待ち時間嫌すぎて快適に乗りたかったから買いました。便利だよね。なんか並んでいる人たちを尻目にヒュイ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 って行けるのがすごい気持ちが良い。そう、私はお金を出してチケットを買いましたよって顔で隣歩いて行けるのが結構いいですね。小型の船は止まっていると言いやすい。あ、そうなの。波のちょい揺れがずっと感じるのかな。きついな。ゆちさん会員してありがとうございます。でもエクスプレスファスト多分1回しか買ったことない。しかも一番高いやつじゃないやつ買った気がする。一番高いやつちょっと辛くて。3人グループで行って別れてシングルライドの人と乗ったのは何とも言えん空気流れてた。さえばよくユニバ一人で行ってシングルライダーあのヘビーユーザーなんですけど、ヘビーユーザー側からするともう慣れてるから何とも思わないけど、3人組の一人になっちゃった人とかはマジ気まずいだろうなって思う。そう、シングルライダーヘビーユーザー側からすると、みんな3人で来てって思う。すぐ乗れるから自分はシュノーケリングでやったことある。え、シュノーケリングってさ、自分で潜るやつですよね。それでも酔うの？まあそうか、日常生活ではない動きが加わるのか、体に。確かに酔うのかもしれないな。こんばんは。
明日も仕事頑張る。頑張れー。時は金なり。逆。金は時短なり。あー、くしゃみ出そう。まあでもみんなシングルライダー楽ちんだよ。こんばんは。あのユニバの攻略方法なんですけど、まあ最後は基本フライングダイナソーとハリウッドドリームってあの2つのでっけえジェットコースターが最後はとっても好きなんですけど、絶叫大好きマンとしてはあれのシングルライダーは50分とか60分って書いてあっても20分ぐらいで乗れます。そう、いつもそう。もう毎回そう。こんばんは。なのでみんなあの、シングルライダー50分、60分とか書いてあっても、物おじせず並んでみましょう。意外とすぐ乗れます。意外とね、人間ね、3人組とか5人組とかね、奇数で来てるんですよ。遊園地に。そう。だからみんな、おすすめです。シングルライダー意外と早いです。あの待ち時間ってだいぶ長めに表示されてて、シングルライダーってさ読めないんですよ。3人組とか奇数の組がいないとシングルライダーは一生乗れないわけだから、みんなもう世の中の人がみんな2人組とか4人組できてたらシングルライダーの列は一生ね進まないんですよ。だから長めに設定されてるんですよ。そう、一緒に行く友達がいないのでいつでもシングルライダーです。イエーイ、一緒ハイタッチ。今週のお話がよろしくお願いします。いろいろ話したいことがあるので早口になっちゃうかも。大丈夫、私は自分が早口だから早口を聞き取る能力もすごく強いので聞くモードに入るね。シングルかけるシングルとはいかないんだね。まあシングルライダーはその余ったところに入るっていう、入るからまあ普通に並ぶよりは早いかもねーってやつなので、そうそうなんです。ディズニーもお一人様早くなる。え、ディズニーってシングルライダーありましたっけ。なんかないイメージなんだけど、あったっけ。ディズニー、え、シングルライダーあるやん。ディズニーないと思ってた。対象アトラクション、ビッグサンダーマウンテン、スプラッシュマウンテン、インディ・ジョーンズ、レイジングスプリッツ。でも感染対策になってからシングルライダーないって悲しい。2020年ぐらいかないわ。一回休園して再開してからかな、ディズニーの。でユニバマジシングルライダー超豊富だよ。ハリウッドザドリームもあるし、あ、名前忘れた、あのジュラシックパークのさ、フライングダイナソーもあるし、なんかいつも名前変わるから覚えられないんだけど、今は結構あの VR つけてやる XR ライドってやつになってるやつモーシングライドあるし、ハリーポッターもあるし、ミニオンもあるし、あと何ある、ジュラシックパークもある、ジョーズもある。あと何？あと分かんないや。今パッと思いつくのそれぐらいだけど。で、大体混むやつ全部ある。そう。こんばんは。ペアリフトの追い抜き乗りのような感じ？ペアリフトの追い抜き乗りが分かんないんだけど、え？ごめんね。
分かんなかった、その例えがよ、例えがよう分かんない。でもシングライダーは4人乗りの乗り物があったりするじゃないですか。そういう時って3人で来た人がいるとするじゃん。友達3人組で来ましたって、したら1席空くからシングルライダーの列並んでる人1人こうやって入って、じゃあ4人で行きましょうみたいな。そう、5人組とかだと乗り物が2人乗りの場合もあるんですよ。そういう時はまあ3人組もそうなんだけど、2人乗りだったとしても2、1になるじゃないですか。そしたらその間空いてるとこにこう1人が入って、じゃあ行きましょうみたいな、そういうシステムですね。だから普通の列に並んでる人が3人組か5人組か7人組であれっていつも祈って並んでる。そう、マジでいつも祈ってる。みんな奇数でユニバに来なさいって願ってるけど、結構みんな2人組で来てんだよね。ユニバとか遊園地の2人組率めっちゃ高い。やっぱ2人で来るんだな。2人か4人が多い、やっぱり。できるだけ溢れないようにみんな偶数で来るんですよ。ちゃんと。偉いね。だから、なかなか進まないときは本当に進まない。そう。コンサートチケットで1枚がアリーナ当たりやすいみたいなもん。そうなの？そんなジンクスみたいなやつがあるの？その隙間に入れれるからってこと？それは知らなかった。あんまコンサートとか応募したことないからちょっと知らなかったけど。いつか海外のも行ってみたい。でも海外のユニバはなんか、結構、なんだろう、日本みたいにテーマパークってよりは、普通に本当に映画のセットを見たりとか、そういう方が強いっぽいですけどね。最後は海外のフロリダのディズニーに行きたい。いつか。こんばんは。なんかもうでかすぎて、超満足に回るには1週間必要みたいな聞いたことあるから。めっちゃ長居したいね。もう1週間後、7日目とかもうヘトヘトすぎて歩けなさそうだけど。ね。絶対に歩けないよね、もうね。足が棒とかいうレベルじゃないよね。日本も最初は映画のセット感強かったけど入れなかったから脱却した。あ、そうなんだ。確かに古いアトラクションは結構見る系が多いかもね。バックドラフトとかめっちゃ好きなんだけど、あれも、まあ、見るだけっちゃ見るだけだもんね。バックドラフトみんな知ってる？火が燃えてるところを見るアトラクションなんだけど。すごく好き。開業3年間は赤字。日本人にはゴリゴリのテーマパークが人気なんだね。てかユニバーどんどん広がってるよね、エリア。いつかとんでもないでかいサイズになっちゃうんじゃないかと思ってるよ。こんばんは。しかもいろんなのといろんなキャラクターがいるじゃないですか。だから面白いね。マリオができたのはちょっと衝撃だったけど、マリオだよ。すごくない？まさかユニバにマリオができるとは。マリオの世界を体験できる場所が日本にできるとは思わなかった。早く遊びたいな。そんな感じで1時間経つのでぼちぼち終わりにします。今日は眠たいので早く寝るぞ。今9時でしょ。11時半目標かな。駐車場用地を開発してるとか、周りは道路に囲まれてるから、そうそう用地なくなってきてる。あ、そうそう。年々さ、そのハリーポッターのエリアももともと駐車場だったし、マリオのエリアももともと駐車場だったし、今さらに広げようとしてるマリオのエリアも駐車場を潰してるんですよ。だからもうこれ以上広げられなさそうだよね。駐車場がもうなくなってきた。そう。
よし。で、あの立体駐車場が平面じゃなくて立体のを作ったから潰せるようになったってなんか聞いたよ。そう、立体で狭い土地にいっぱい車を止めれるようにしたから平面の駐車場はアトラクションに回せるみたいな。そう、だから車を止めれる数は多分変わってないと思う。そんな感じでランキング見ます。13位チャー将軍さんありがとうございます。12位かぼちゃ先生ありがとうございます。11位ともちさんありがとうございます。10位わさっぴさんありがとうございます。9位ラッピスさんありがとうございます。8位ケンソリセブンさんありがとうございます。7位テテムケンケンさんありがとうございます。6位マサトさんありがとうございます。5位ヤスさんありがとうございます。4位ピアノマンさんありがとうございます。3位ツナちゃんありがとうございます。2位ヤツさんありがとうございます。そして1位はコクヨさんありがとうございます。ということで今日は1時間配信を付き合いいただきましてありがとうございました。明日朝配信するかどうかはちょっと寝る前に決めますではでは皆さんおやすみ。バイバイ。